妊娠8ヶ月のはずきです。ママタスで料理動画を担当しています。最近自分の体調の変化で一番悩んでいることがむくみです。むくみが気になるので最近よく作っているレシピを紹介します。摂取するといいので、カリウムが多く含まれている食べ物を挟んでいきます。納豆にもカリウムが入ってるんですね。フォークで潰してマヨネーズを加えて塩コショウをします。私はちょっとここに砂糖を加えてコクを出します。そしてこの私も大好きなアボカドなんですけど、カリウムがたっぷり入ってるので半分乗せてパンで挟みます。納豆とアボカドってすごく合いますよね。完成しました。むくみ以外で妊婦さんがよく悩んでいると聞くのが便秘です。このスムージーはカリウムと食物繊維がたっぷり含まれているので妊婦さんにすごくおすすめです。冷凍しておいたバナナです。バナナはカリウムも食物繊維も豊富なので便秘解消にぴったりです。プルーンには鉄分が豊富ですね。きな粉、牛乳、ヨーグルトを入れて、お好みで蜂蜜を入れてもいいですね。きな粉を入れることで味がまとまります。完成しました。一瞬でできました。